ぱいおるってですから。よくやってるね。めっちゃ甘かった。綺麗だった。もう使えるぐらい。使える今の。他の人たちも多分ここから切り取って貼るぐらいうまかったね今。わー。はい、今日はゆうなちゃん誕生日企画後編ということで、あの前回はなんかあのそらちゃんがおかしくなっちゃうっていう。そらちゃん操作そらちゃんドッキリだったので、あの今回はシンプルに感謝してもらおうと思います。あら。この前の企画でやった、まあ、後編みたいなことなんですけど、うん、クイズに出題しきれなかった感謝文をはるかが読んでくれるということ、それを私がただただ聞いて嬉しいっていう企画です。じゃあ、うん、感動するような読み方をしなきゃいけない。あ、そうだね。失礼できちゃってる。失礼で終わり。はい、今回はねお仕事でたまちゃんはちょっとお休みなんですけども、そのたまちゃんからも来ておりますので嬉しい。はい、あ、たまちゃんの場合は箇条書きですね。おお、こういう時箇条書きのパターンだね。箇条書きですか。箇条書き。はい、ゆなちゃんハンカチの準備。箇条書きでしょ。うん、行きますよ。はい、プライベートでご飯に行くと友達みたいに接してくれて、そのゆなちゃんが見れる。私が誘っても毎回おごってくれる。え、金づると思われてるんだ。そういう空気じゃないですか。いじった時の怒ったフリーの顔が可愛い。ああ、そういうこと。怒ってからな。いつも怒らず最後は笑って許してくれるところが優しい。引くでしょ。ガチ切れで終わります。まず最後のよろしくお願いします。なんかやばい、違和感すごいんだけど。繋げれなかったかね、これ箇条書きじゃなくて。なんかもっと文章にできたよね。これできるもんね、こんな書いてくれてんだったら。箇条箇条書きだから2個だ。少ないよ。箇条書きで2個は少ないって。あ、でも、あ、でも、うれしい。だって、あんまね、そのなんかさ、普段こうやってさ、メンバーからさ、うん、確かにないでしょ、うん、やっぱ。何、うん、なんか辛い唐揚げくれるみたいな。あ、ゆうなちゃん、もちろん聞いてください。もちろん用意しております。本当かよ。本当かよ。ないじゃん。ない人の探し方じゃんそれ。ゆうなちゃんへ、私とゆうなちゃんが出会ったのは5年前です。あ、5年経ちました。経ちました。でから、もう本当に最初はもう全然馴染めないというか、新メンバーという形で入って何も知らない状況で入ったから、うん、もう本当に不安なことだらけだったし、こうどう自分を出していけばいいのかもわからなかったんですけども、ゆうなちゃんがね、たくさん最初からもうゼロから一から教えてくれて、今こうやって5年目を迎えられることができました。はい、でゆうなちゃんとのエピソードの中でね、特にもう覚えてるのは、まあ、これはねファンの皆さんもよく聞いたことがあると思うんですけど、あのパレードは続くっていう曲の振り入れの時に、2番に2に入る時に、あの私がそう、どうしても1サビから2への振り付けがちょっと難しくって、うん、全然できなかったんですよ。パズルみたいな、ね、そうしたらゆうなちゃんに怒られたことです。違う、ね、聞いてないんだから。ここだけしか言わないからさ、私がさ、ただ単にまあ切れたみたいになってるけど、うん、私ははるかに切れてないよね。はるかに切れてないっていうのはみんな伝わってないよ。なんか私が怒られたみたいな。なんかあれだけど、私はそんな時も全メンバーに怒ってたの。あ、うん、ね、でもなんか、そうでしたか。だからそう、はるかがその 2A の、 あの前のダンスをできてたかできてないか正直見てません。あ、見てる。見られてない、ね。あの、気づいてません、こっち。もう、あの、うん、もうみんなのなんか雰囲気がちょっと悪かったので、はるかが多分ちょうど 2A のやつで、やべえ、ミスったって思ってる時に、ちょっともうみんなこんなんじゃやってらんないよみたいなんで、切れたから、はるかに切れたみたいな。まあ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 、そんなこともあります。周りのメンバーは、はるかがなんかって泣くから、私がはるかに怒ったと思って、なんか他のメンバーもそうだよね、顔してる。やばい、だからもう完全にそういう空気。そういう事件もあったり、うん、私はゆうなちゃんと密かな思い出としては、うん、あのリハ前に一緒に牛タン弁当を買ってコンビニのベンチに座って食べたこと。なんか結構何それ。他のメンバーはなんかよくさ、そのなんか別にイートインとかもするからあれだけど、ゆうなちゃんってさ、絶対さ、公園のベンチとかでご飯食べなさそうだから、うん、ちゃんと座って食べようって言いそうじゃん。なんだけど時間もなくて、くて、うん、でもどうしても牛タンが食べたくってリハ前に2人で机もない公園の膝のとこに、こっちにはお米、ね、こっちにはお肉、牛タン置いて
不思議じゃん、そんなことないじゃん、結構楽し、嬉しかった、あれ楽しかった、あれ楽しかった、面白いな。そんなこんなでもうゆうなちゃんと一緒に活動しても5年も経つし、一番長いもんメンバーの中で、そうなんか気づいたら先輩も超えてたらしくて、ね、そう、一番長いよ、番組歴がゆうなちゃんの2番目に、あら、すごい、追い越してね、追い越して、はい、それでですね、もう本当にゆうなちゃんには普段からすごいお世話になっておりまして、いつもありがとうございます。はい、これ一番長文じゃない自分で言うな、玉木超えたね、そっか、ね、いい、いい話でした、うん、ありがとう、過剰書きじゃない、じゃあさ、さらちゃんもゆうなちゃんとのエピソード、あー確かにね、さらちゃんからもじゃあ、はい、いただこうかな、はい、アレルギー出ちゃった、あれ、スキスキした方がいい、スキスキしないとダメかも、ちょっとイヤホンつけようか、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、26歳で、はい、26歳、まあ、実際さんになっちゃったっていうことで、久しぶりに、まあ、なっちゃったこれシルじゃないんだよね、ねシルじゃないよね、シルじゃないんだよね、ジカだよね、ちゃんとね、なんだろう、なんだろう、なに、前回の動画を見てくれた人から、そうやって喋れない人もいないんだから、喋れないやつ、春だからの指示がないと喋れない、まあ、ゆうなちゃんとは3年経ちましたね、はい、あ、似てる似てる同居してるよ、もう出会ってから3年経ったんです、はい、ありがとうございます、3年間ありがとうございました、やめるか、はい、ありがとうございました、まあ、そっちがまあでも、まあ、それはその本当にあの自分がこの人生の中でアイドルになるとも1ミリたりとも思ってなかったあの人間なんです、私って、あのなんですけど、まあアイドルになってそのマジパンに入って、なんか右も左もどこもかしくもわからない私に対してすごい一から教えてもらって、まあまあまあ、続けて、そう、あの一からすごい教えてもらって、なんかすごいあの本当にいつもいつも感謝ばっかりで、なんか私のつまんない話とかもいっぱいいっぱい聞いてくれて、なんかすごいあの肌の白くし方とかもいろいろなんか教えてもらって、一番最初に教えたことね、そう、教えてもらったこと、肌の白くし方、家から出ないっていう最悪のアドバイス、引きこもりになるっていうのを教えてもらったりとか、そう、あとはなんかそのまあいろんなね、なんかあのことをなんか相談したらいっぱいなんか、なんかすごいなんかすごい神様みたいな感じですごいいろいろ教えてくれて、なんかすごいあのゆうなちゃんがあのこのマジパンのにいるから、マジパンをここにいてくれたから私はアイドルができてるんだなって思います。あのたまにやるあのソラのモノマネとか、なんかタマちゃんのモノマネとか、なんかいろんな人のモノマネとかやるけど、なんか全部なんかほぼ一緒なのかなとか思っちゃったりとかなんかするんですけど、でもなんかまあソラにとってはなんか本当に私をアイドルにしてくれたなんかママだなって思ってます。本当にありがとうございます。26歳になったけど、なんかこれからもあのよろしくお願いします。その若さとあの若さとあの若さと貫禄みたいな熱をあの頑張ってください。ちょっとディスられたね最後で、なんかあの倍速動画見てるみたいな気持ちになる。ありがとう、え、嬉しい、ありがとう、よろしくお願いします。あんま内容入ってこない、アップされるのか、待ってください。でも 0.5 倍速にしてみるわ、空の部分だから。そうだね、今日はさ、まだ当日じゃないからこの、そうだね、ちゃんと当日さ、あ、そうだね、あのみんなからじゃあもうしっかり考えた文章、長文でいただこうと思います。はい、それではね、今もメンバーからはご紹介できたんですけど、はい、そうだね、みんな他のスタッフさんからも、うん、あら来ております、嬉しい。続いては皆さんからお世話になってるマネージャーさん、マカさんからいただきましたので、はい、お、なんか絵文字付きですので絵文字も再現しながら、あ、じゃあはるかのお願いします、お願いします。リーダー兼プロデューサーということで、いろいろな大人とお話しすることが多い沖口さん、とてもしっかりしていて頼りになるな、かっこ頼りすぎています、すいません思ってんの日々思っていますが、オフモードの時身内のスタッフとおしゃべりしてると甘え気味になる瞬間があり、まだまだ子供なところが垣間見える、垣間見える、そんなギャップもとても可愛いなと思います。一個上ねとかどうですか、とかどうですか、ダメなら別の考えます。おい、演出次第で言葉ご自由に直す。
ただきます。気持ちこもってねえじゃねえかよそれ。しかもさ、なんか嬉しそうな言い方は子供のとこは会話見えるなって言ってるけど、そんな年齢変わってるなんか年上ぶってるけど一個しか変わんないよねとかどうですか、とかどうですかって何なの。でも演出次第で言葉とか自由に直っている変えていいらしい。変えた方が良かったかな。そう変えちゃったけどなんで仕事感あって嫌だな。すごい嫌な感じ。でもそのなんかやっぱさ、私たちからしたらさ、ゆうなちゃんってさ、お姉ちゃんみたいな。確かに。けどやっぱマネージャーさんからしたら、ゆうなちゃんは年下になるわけだから、そこでね、こう甘え気味になるという。私たち見せてもらったことないですか。あんな見たことない。甘えてるのも見たことないですけど。甘えてるつもりもないんですけど、別に勝手に受け取られてるんだけど。やばい、勝手に。まだまだ子供なんだからって勝手に思ってお兄ちゃんみたいな。お兄ちゃん乗りたい、お兄ちゃん乗りたい年頃なんですよ。兄貴って呼んでって言われてるからということでですね。あ、でも嬉しい、ありがたい、はい、ちょっともうびっくりしちゃうから、スマホに収まりきらないくらい、もう一人、うん、あの普段からお世話になってる、うん、ドリーミュージックさんの酒井さんから、うん、あら、すごい、もう全員。でもちょっとこれも本当に長くって、そんな長いちょっとそんな長いことある、長くって出てるじゃんもう画面から。いやでも本当に素敵な文章、うん、本当これ結構ガチだね。あ、嬉しい。そう、ちゃんと聞いてください。はい、エスマネさんから沖口さんへの感謝のエピソードをくださいとリクエストがありました。なんかそこ別にいらない、そこ別にあったから言うみたいな、その保険のかけ方いらないけど別に。普段メンバーについて話すことはありませんが、あ、ないんかないんだ、言われてないんだろう。リーダーの会ということで、僕からは沖口優奈という人間がマジカルパンチラインのリーダーで良かったと思えたエピソードを簡単に簡単にしちゃおえ簡単とライブ簡単に、はい、簡単に今8周年ワンマンライブの準備を進めています。まあこの動画がアップされる頃はすでにワンマンライブが終わってる、うん、そうか、そうだね、なんですけども、はい、今回は今まで以上にたくさんの関係者さんにお力添えいただいています、うん、その中で事前打ち合わせを各方面で行っているのですが、皆さん口を揃えて沖口さんへの思い、愛情、それに信頼を伝えてくれます。すべての現場に立ち向かうわけではないので、いや、そうかもしれない。あ、なんか、ね、戦ってるんだかと、急にゃゾンビ映画の世界観、めちゃくちゃいいじゃん、すっごいいいでしょ、私もかっちゃった、立ち会うわけではないので、久しぶりにお会いする方から思いを伝えられるとやはり頼もしく感じます。8年も続けていると思い通りにならないことが多い中で、グループが存続できているのは絶対読む人間違えたよね、これ。急に調子悪いじゃん、さっきまで絶好調、気持ちとかも表現しちゃってたのに急に調子悪い。存続だった、存続、そう、存続。大学生なんだよね、そう、最近はあんま金使わないから。できているのはファンの応援はもちろん、身近な関係者の方にも支えられているからだと今回強く実感しました。僕はグループが続く限り沖口に感謝どころか褒めることもありませんが、そうだよね、周りの皆さんの気持ちを聞く限り、リーダー自信持って大丈夫みたいですよ。わっ、笑いらないな、それ添削するわ、笑いしなくても笑う。最後に沖口、吉澤、増田、山本、宇佐美、メンバー全員でたくさんの人に楽しんでもらえるように最後まで全力で頑張りましょう。みんなよろしくね、ハート。過ごしてるメンバーよりも、うん、しっかりとした長文で嬉しい、ありがとうございます。やっぱでも私たちとは違って、うん、他の ね、いろんな方面とかの、うん、そういう信頼だったりとか、そういうね、ゆうなちゃんのプロデューサーの一面からのメッセージもいただけて、嬉しい。じゃあご自身へのメッセージも見ます。分かりました。最後ね、私自身へのね、ゆうなへ
何年後何年後こんな人ってこんな綺麗な文出るの吹き出しのめっちゃ黒いそんな自分の想像するかもなんか自分なんか10年後の自分見せるみたいなちょっとふざけてまあなんか26歳もみたいな感じで、うんうん、言うな誰ビデオメッセージでしょ確かにじゃあビデオメッセージあどうしようか5年後の言うな5年後の言うな30歳のゆうなへ、いつもありがとう、まあ、あの日頃から一心同体として、こう過ごしてきてまあ、いろいろ大変なこともあると思いますがアラサーになった頃の私もマジパンを続けていられるように、体には気をつけて過ごしてもらえたらなと思います。スペシャルセクシーおばゆるバースデースペシャルでした。